セリーグ巨人1のゼロ阪神、2024年9月23日甲子園。巨人は敵地、甲子園で行われた2位、阪神との今季最終戦で、直接対決2連戦の第 2R に勝利。連敗4人でストップし、優勝マジックを4に減らした。最短 V は27日、坂本勇人内野手35が代打で先制の決勝打を放った。 画像あり巨人坂本優勝します代打決勝打は16年阪神戦の90打以来8年ぶり最後は気持ちで打ちました優勝の行方を占う大一番打線は相手先発高橋の前にチャンスであと1本が出ない展開が続いたが7回に先頭の吉川が中禅打で25試合連続出塁すると 続く岡本はが13戦連続アンダとなるサゼンで虫一三塁とチャンス拡大。ここで台打、坂本が右前適時打を放ち、ついに均衡を破る先制点を奪った。来日初の中4日となった先発投手のグリフィンは、何度も得点圏に走者を背負いながらも粘りのピッチングで得点は許さず。7勝目はならなかったが、5回76球を投げ4アンダム失点の後投。 エンジンも無失点で逃げ切った。安倍晋之助監督45は序盤のピンチの連続をいや冷静な顔をしつつ心臓が出てくるんじゃねえかなってと笑顔で振り返ったマジックを4に減らしたものの最後まで気が抜けない戦いが続くこんなにもつれる時って俺も経験したことないからみんな素晴らしい経験ができていると思うと緊張感ある状況を歓迎している 本当に一つ勝つっていう難しさもそうだし、とにかく状況判断だったり、そこは怠らないで思い切ってやってくれとは言ったんですけどね。そこだけですよ、これで3位以上が確定したが、そこを目標にやってないのでね、そこはいいでしょ、と話した指揮官。4年ぶりのリーグ制覇はもう目の前だ。